あ、いいところに。ねえ、今って時間ある？少しあなたと話したい気分なんだけど。そう、よかった。あ、そうなんだ。じゃあいいタイミングだったのね。ねえ、あな意識、そう、私は思う。あなたって何気に、うん。一応ね。でも、あまり使う機会はないかな。鏡ってあまり好きじゃないのよ。必要以上のものも映すから。何？何してんの？もしかして男前に見せてたとか？あたし相手にそんなの通用するわけないじゃない。ねえ、たまにはそっちからしてくれてもいいんじゃない？それ以外に何があるの？不意打ちとか騙し打ちとかそういうのばっかりだから。否定しないんだ。私に聞かないでよ。それじゃ。
私は暇だし、おしゃべり大歓迎。それでどうしたの？あなたの話、意識、そう、私は、あなた、うん、私の子供の頃は寂しがり屋だったと思う。全くないわね。私がそんなことをされるような隙を作ると思う？でしょ？あ、そろそろ授業の時間ね。私としてはもう少しあなたとお話ししてもいいんだけど。そういうこと。ええ、またね。どうしたの？何かあったの？浮かない顔してるけど。別に。言いたくないことなら無理強いはしないけど、もしかしたら人に話した方がすっきりできるかもよ。どうかな。うん。そう思ったきっかけは？なるほどね。どうしていいかわからない？そうよね。私もね、
この時期はいろいろ考えるわ。ええ、もちろん。だって町はクリスマス一色に染まるし、テレビや雑誌も特集をすごく組むでしょ。あの時こうしておけば今年のクリスマスは違ったかなって思うことはあるわ。そりゃそうよ。私だって学校から出たら一人の女なんだしね。そうね、月並みなアドバイスかもしれないんだけど、今の気持ちを大切にして思ったように行動するのが一番だと思うわ。ねえ、あなたの言いたいこともわかる。それができれば苦労をしないじゃない。こういう言い方はずるいかもしれないけど、いつかわかるわ。やるだけやった失敗はいつの日か笑って話せる思い出になることが多いの。え？でもね、後悔はいつまで経っても後悔のまま。わかりづらいかな。全部は理解できなくてもいいわ。でもね、覚えておいてほしいの。あなたには悔いの残らないような学生生活を送ってほしいしね。気をつけて帰りなさいね。何かあったの？いいところに。ねえ、今って時間ある？少しあなたと話したい気分なんだけど。そう、よかった。あ、そうなんだ。じゃあいいタイミングだったのね。
私は。それじゃあ。